ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この間聞いた世界中の行っちゃいけない場所シリーズ面白かったね。そう言ってもらえると嬉しいぜ。理由は様々あれど、行ってはいけないと言われる場所は5万とあるからな。ってことは、まだまだあるってこと？ああ、今回も世界にある様々な理由で立ち入り禁止区域と呼ばれている場所を紹介してやろうか？聞きたい聞きたい。動画のテーマが決めやすくて助かるぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、宇宙研究施設、パインギャップ基地。トップバッターはオーストラリアにある米軍基地、パインギャップ基地を紹介するぜ。初っ端から規模がでかいね。ああ、ここはオーストラリアとアメリカが共同で運営している軍事基地だ。一般向けに公表されている基地の概要は、宇宙研究施設だ。一般向け？実はこの基地、本来の目的は諜報活動なんだ。しかもアメリカ所有の軍事施設の中で最大かつ最重要の諜報基地になっている。そうなの？諜報活動って非日常的でワクワクする。そんな面白いものじゃないけどな。戦争用にも使われる施設だからな。物騒だね。ああ、近隣国に対するドローン爆撃の重要施設にもなってるからな。この施設は、基本的に他国からのミサイル防衛や軍事兵器の情報を集めるための施設だ。衛星で兵器動作の信号や情報の送信波を受け取っているんだぜ。他国の状況をこっそり受信するって感じ？そうだ。戦時中は当然敵国の情報を盗み取るスパイ活動用だったが、冷戦終結後から現在にかけては国際的な軍事攻撃の有無を確認したり、未曾有の事態を防ぐ目的で情報を使っているようだ。なるほどね。国家機密だから入っちゃダメってことか。もちろんそれもあるんだが、実はこの施設、UFO の目撃情報が絶えない場所でもあるんだよ。UFO？ ああ、しかも、基地が照射したビームの先に UFO が現れた。基地の上空でゲートに入るかのように消えていった。なんて噂もあるんだ。そんな中生まれたのが、基地が地球外生命体と何かしらのコンタクトを取っている説。そして実はそれは UFO ではなく、アメリカが極秘に開発している新型の飛行物体である可能性。どっちもオカルテックな匂い。アメリカには NASA もあるし、もともと地球外生命体との関係を指摘する声が多かった。そこに UFO の目撃情報が出てきたら、そりゃそう思われても仕方ないだろう。二つ目に関しても、否定はできない説なんだ。基地ができた場所一帯はもともと UFO の目撃情報が多かったから、それを隠れ蓑に堂々と研究や開発、テストを行ってるんじゃないかという話だぜ。どっちも絶妙にありそうなのが怖い。そんな噂がある上に、かなり厳重な警備が敷かれているため、立ち入り禁止区域として有名な場所なんだ。まず入れないし、入ろうもんなら十中八九命はないね。そう思ってて間違いはないだろうな。2、UFO と交信、超怪しげな空軍基地、エリア51。先ほどに続けて、オカルテックで有名なアメリカのエリア51を紹介するぞ。あいあいさあ、エリア51は聞いたことあるよ。かなり有名だからな。ここの驚くべきところは、2013年に初めて CIA が存在を公式に認めたってところだな。それまでは存在を公表されておらず、あくまで噂話としてしか存在していなかったんだ。その時点でかなり怪しいよね。そもそもエリア51とは何か？って話だが、これはアメリカ空軍基地がある地域一帯を指す名称だぜ。人里離れた場所にあり、かなり謎に包まれている場所だ。ちなみに立ち入りはもちろんのこと、ドローンやカメラでの撮影も禁止され、上空は飛行禁止区域だ。とことん隠されてるね。ああ、だからこそ噂は絶えない。エリア51には UFO が存在している。アメリカは墜落した UFO や地球外生命体を集めてはエリア51に運んでいる。宇宙人の技術を利用している。なんて話が数えきれないほどあるんだ。宇宙関係のオカルト大集合地域じゃん。否定できないが肯定したくない表現だな。そしてエリア51は、当然立ち入り禁止区域に指定されており、入れば罰金や懲役、そして不審人物と認識されれば、即座に発砲されるんだ。危なすぎない？エリア51に入る前の道でも監視されているため、入ることは実質不可能だぜ。ちなみに裏口と呼ばれる道には、黒い郵便受けや監視用のトラックがあるってのはオカルトマニアの間では有名だな。行けば必ず見られるらしいぜ。監視用トラック見れても嬉しくないけどね。3、歴史を閉じ込めた洞窟、ラスコー洞窟。お次はフランスに存在するラスコー洞窟を紹介するぜ。洞窟に立ち入り禁止とかあるの？それが存在するんだ。崩落の危険がある、とかじゃなく内部に存在する壁画を守るための規制だけどな。そうなんだ。実はラスコー洞窟内には、2万年以上前の後期旧石器時代に描かれた壁画が存在するんだ。しかも壁に含まれる炭酸カルシウムの形成が壁画の保存に適した状態で、綺麗なままの壁画が残っていたんだよ。すごい、めちゃくちゃ貴重じゃん。そうなんだよ。当然見つかった直後は観光地として開放されていたんだが、
それが問題を引き起こしたんだ。なんと観光客の吐き出す二酸化炭素のせいで、壁画が急速に劣化したんだ。たかが呼吸で？かなりの数の観光客が詰め寄せたこと、壁画自体がそもそも繊細であることなんかが理由に挙げられるな。加えて観光客の持ち込む微生物も壁画の劣化を手伝ってしまい、驚くほどの速さで壁画はボロボロになってしまった。1963年に壁画の保存と修復のため洞窟は封鎖。現在も一般人は立ち入りが禁止されているぜ。今は週に数人だけ研究者を招くだけの状況だが、洞窟内を忠実に再現したレプリカや博物館が一般人向けに作られてるぞ。そうなんだ。これは歴史の保護のために大事な立ち入り禁止だわ。4、朝鮮に存在する非公開機関、朝鮮労働党39号室。お次はめちゃくちゃ闇の深い立ち入り禁止区域を紹介するぜ。ちょうだいちょうだい、そういうのちょうだいもっと。紹介するのは朝鮮労働党39号室だ。ん？政府の機関的な？そうだぜ。ちゃんと拠点的なのもあるから、そこへの立ち入り禁止ってことだな。なるほどね。39号室は1974年に、キム・ジョンイルが権力基盤固めに使う外貨を稼ぐ機関として設立したんだ。現在ではキム・ジョンウンの金庫番とも揶揄される、いわば集金機関だな。当然内部の状況は隠されていて国家機密レベルなんだが、2019年に韓国に亡命した人物によって、その内情が少しだけ明らかになったんだ。うおー、なんか熱いね。興味が止まらなくなるよな。39号室はもともと貿易だけでなく外国でレストランを経営したり、国内でも外貨ショップを運営し金庫に金を貯めているぜ。なんか言い方が悪い。ちなみに闇の深い事業もしてるなんて噂も絶えなかったんだぜ。偽札や偽タバコ、覚醒剤なんかの製造。裏ビジネスだな。それはいろいろまずくない？安心しろ、亡命した人間の証言で否定されているぜ。39号室は国家指導者の統治資金を管理し、外貨獲得のための国内生産と貿易を指導する合法的な機関だ。噂されているような裏ビジネスは39号室とは関係のない、別の特殊機関で行われている。とのことだぜ。それなら安心、別の特殊機関ではやってる、やってるみたいだな。そっちももちろん立ち入り禁止だね。39号室よりも立ち入り禁止だろうな。まあ統治資金といえば聞こえはいいが、ストレートに表現すれば裏金なんだけどな。あ、普通に治安悪かったわ。5、チェルノブイリよりも危険な湖、カラチャイコ。お次は超絶危険区域の湖を紹介するぜ。その名もカラチャイコ、中央ロシアに存在する湖だぜ。そんなに危険なの？ああ、1時間も湖岸にいれば確実に致死量の放射能を浴びるだろうな。放射能？なんで？実はな、1951年からカラチャイコは、液体放射性廃棄物のゴミ箱にされていた湖なんだよ。もともとカラチャイコは雨不足により干上がることはあったものの、普通の湖だった。だが1951年頃から近くにあったソ連最大の原子力施設の一つ、マヤーク核技術施設が放射性廃棄物を湖に垂れ流していたんだ。その頃はまだ放射性物質の危険性は低いと考えられていて、廃棄物の扱いが存在だったんだよ。無知って怖い。その上、1957年9月には、マヤーク原子力施設で爆発事故が起こってるんだ。ウラル核惨事という名前で知れているな。それによって最大100トンもの放射性物質が大気中に放出したとされていて、それもカラチャイコを汚染した原因になっていると言われているぞ。100トン？大気中に100トンって想像つかないんだけど？かなりヤバいと思ってればいいだろうな。しかも空気中を舞ったのは無害になるまでかなり時間がかかる放射性物質で、放射能関係の事故の中でも、3番目に被害の大きかった事故とされてるぜ。ちなみにチェルノブイリ原発事故、福島原発事故に次いでの大きさだ。かなり危険じゃん。その上長年の蓄積があったせいで湖の水から放出されている放射能は、チェルノブイリ原発事故で観測された放射能の約2倍の量だった。このことからチェルノブイリよりも危険な湖と言われているぜ。怖すぎる。そして湖の特性上、干ばつが頻繁に起きる、湖が干上がると放射性物質が塵となって、風で運ばれてしまう危険性があるんだ。そこでロシア政府は湖をコンクリートで埋め立てることにし、1970年から40年以上かけ、2015年にようやく湖の埋め立てが完了したぜ。よかったー、それなら安心だね。とはいえ放射能が除去されたわけではなく、現在でも周辺に近づくだけで被爆してしまうぞ。そのため湖及びその周辺は今でも立ち入り禁止区域とされているんだ。
放射能は無害になるまでかなりの時間が必要だもんね。バカンス気分で行くと被爆するから気をつけろよ。こんだけ事前情報あったらさすがに行かないよ。6、道路から外れるな。世界最大の兵器試験区域、お次も超絶危険な立ち入り禁止区域だぜ。その名もウーメラ立ち入り禁止区域。名前がすでに立ち入り禁止。わかりやすくていいな。ここは世界最大規模の兵器試験区域なんだ。物騒すぎない？ええ、物騒なんです。ちなみに広さは12万7千平方キロメートルもある、九州4つ分くらいだな。広すぎて宇宙猫になりそう。帰ってこい。その中では軍用機材の演習場、陸上軍実験演習場、航空宇宙施設なども入っているぜ。機材や詳しい演習内容なんかは隠されているが、最近では開発の目的で一部を開放したりもしてる場所だぜ。立ち入り禁止だけど、さっきまでよりオープンな感じがあるね。そうだな。まあ隠しすぎても国際問題になりかねんしな。ちなみにこの禁止区域、内部を横断する幹線道路があるんだ。スチュアートハイウェイといって、この道路は一般人も通行が許可されている。ただし、道路脇には看板が立っていて、制限区域、道路から外れるな。と警告がされてるぜ。うわぁ、通ってみたい。まあ国内法でしっかり取り決めもされているし、絶対に立ち入ったり、防衛施設を撮影、射精すると捕まるから気をつけろよ。あっぶな、写真撮りたいっていうとこだった。今言ったんだよな。余談だが、ウーメラ立ち入り禁止区域には2度も日本の小惑星探査機が着陸したことがあるんだぜ。2010年6月にハヤブサのカプセルが落着するため、スチュアートハイウェイは2時間にわたって封鎖されたんだ。2020年にも、ハヤブサ2から切り離されたカプセルが落着しているんだぜ。そうなんだ。じゃあカプセルは禁止区域の中を見れたんだね。カプセルになりたい人生だった。そこまでしてみたいか？見たいよ。隠されたり禁止されると気になるじゃん。逮捕か射殺か自己死覚悟で入り込めばいいんじゃ。絶対入らないよね。7、膨大な遺伝子が眠る、スバールバル種子貯蔵庫。お次は世界中の農作物の種を貯蔵している、SF チックな立ち入り禁止区域だ。北極圏に浮かぶ島にひっそりと眠る、スバールバル種子貯蔵庫は、別名現代版、ノアの箱舟とも呼ばれている施設だ。十二心がくすぐられる？正式名称は、あらゆる危機に頼るように設計された、週末の日に備える北極種子貯蔵庫。ぐわぁ、秘められし十二心が、ああ。黒歴史を作っていけ。この貯蔵庫は2008年に設立され、今では88万種以上もの種子のサンプルを貯蔵している。施設設備的には、300万種以上を保存できる規模を持っているぜ。気が遠くなるほどの数だね。地球上の全ての種子を保存する勢いだからな。ちなみに種子保存機能を要する、遺伝子バンクがすでに約1700も存在しているんだが、この貯蔵庫以上に優れた環境を持つ場所は他にないんだぜ。いわばここは種子の最終バックアップ施設であり、人類の命をつなぐ最後の砦なんだ。かっこいい。私もなりたい。なりたいって憧れを抱く対象ではないんだよな。しかしそれだけの施設でも問題は起きるもんなんだ。この貯蔵庫、山肌をくり抜いて永久凍土の下に設置された、巨大な冷凍室のようなものなんだが、近年の温暖化の影響で永久凍土が溶け出してきてるんだよ。もちろん施設自体に冷却装置はついているが、万が一それが故障した時でも室温を低く保てるように、永久凍土の下に作ってあるんだ。加えて、永久凍土が溶け出し滴り落ちた水が貯蔵庫入り口のトンネルで凍ってしまう。現在は自家発電で内部を保ててるからまだいいが、トンネル内の氷は手作業で取り除かなければいけなくなってるんだ。どんなすごい施設でも問題って起こるんだね。ああ、本来は人間の手を借りなくても、単独で機能する施設として作られていたが、今では24時間体制で監視されているらしい。人間の危機に備える施設なだけあって、今後また単独で機能し続けるための改良を予定しているようだがな。人がいなくちゃ機能しない施設なんて、週末に備えられないもんね。人の危機に備えた施設が人がいないせいでダメになりました。なんて本末転倒もいいところだからな。8、極秘の核研究所、地図にない閉鎖都市、メジゴーリエ。お次は1994年まで、地図にも載っていなかった極秘都市を紹介するぞ。地図に載ってない？怪しい匂いがプンプンするね。ロシアにある都市で、名前をメジゴーリエと言うんだ。今では人口1万8000人ほどの都市であることが知られているが、さっきも言ったように1994年まで地図上にも存在しなかった幻の都市だ。ロシアって聞くだけで納得しそうな自分がいるよ。軍事的な施設が多めだからな。メジゴーリエはロシア連邦の閉鎖都市の一つに認定されていて、一般人の立ち入りは禁止されているんだ。
存在自体をひた隠しにされていた謎の多い都市。暮らしている市民はみんな、核兵器の開発など何かしらの国家機密に関わる仕事に従事しているとされていて、ロシア当局の監視がついているんだ。思ったよりガチガチな閉鎖都市だね。ああ、市民が都市から出るためには何種類もの許可証が必要で、その上様々な制限がつくそうだ。秘密を漏らそうもんなら氷水の下に沈められる。お前にとってのロシア、どんなイメージなんだ？メジゴーリエで生まれた子供は一生をその中で過ごすとまで言われる閉鎖都市だが、当然手当はあるんだ。閉鎖都市で生きる代わりに給与は手当付きの 20% 増しで支払われる。加えて普通の町よりも食料品が充実していて、レアな食材もメジゴーリエでなら手に入るなんてこともザラにあるようだ。閉鎖されてるならそれくらいしてもらわないときついよねー。普通に町としてはのどかで魅力的だから行ってみたくなるかもしれないが、ガチガチの監視体制と審査があるから不可能だぜ。特に入り込んだ場合の罰則とかは見当たらなかったが、つまりはお命頂戴ってことじゃないか？恐ろしや。9、大量の金塊が眠る、イングランド銀行地下金庫。お次は夢とロマンと金の匂いがプンプンする立ち入り禁止区域だ。その名もイングランド銀行。海賊王かな？違います。実はイングランド銀行の地下金庫には、総額約19兆円分の金塊が保管されているんだ。19兆円っていくら？19兆円だな。重さにすると4600トンほど、約3万本以上の金の延べ棒が保管されてるんだぜ。もともと女王陛下の意向のもとに世界中の富を集めていたイングランド銀行が、現在でもその地下金庫には金塊が眠っている。しかもおそらく、この金塊たちはイングランド銀行の持つ莫大な富のごく一部と言われているんだ。19兆円が一部？というのも、実はこの金塊の一部は他国から預かったものなんだ。代わりに管理してるってこと？いや、国同士の金銭のやり取りをスムーズにするためだな。決済のために金塊を国から国に運ぶ面倒くささを排除し、イングランド銀行の帳面上で全て済ませるって仕組みだ。なるほどね。国際的な金本位制を支え、イングランド銀行は世界の銀行としての立場を確立していたからな。現在では金本位制は廃止されイギリス国有の銀行になったが、それでも銀行自体の力は今でも健在だぜ。すごい銀行なんだね。ちなみにイングランド銀行の最寄り駅はバンクなんだぜ。全面的に銀行を押し出してるね。それだけ誇り高いってことだろうな。ちなみに当然警備は万全だから、入ろうものなら即逮捕だぜ。そんだけ金塊とか保管してたらそらそうよね。残念だったな。金塊は入手できないぞ。私忍び込みそうに見えた？てっきりやるもんだと。そこまで怖いもの知らずじゃないよ。10、58年間燃え続ける街、セントラリア。最後はサイレントヒルの街のモデルにもなった、アメリカに存在する街、セントラリアを紹介するぜ。サイレントヒルのモデル？もしかしてホラーな？ホラーではないが普通に危険だぜ。セントラリアは昔、石炭工業で栄えた街だったんだが、現在では人の寄りつかないゴーストタウンになっているんだ。その理由が、街が燃え続けているからというもの。どういうこと？実は1962年に校内で火災が起きたんだ。おそらく原因は、集積所のゴミを焼却した際に地下の鉱脈に火が燃え移ったことだとされている。火災が起きたんだ。でもそれならすぐに消し止めれば済むんじゃ？それができないんだよ。その町は石炭工業が盛んだからな。剥き出しになっている石炭でできた地層に火がついたら、燃え盛るね。しかも地層になっちゃってるから燃料になる石炭はなくならないし、火の勢いは増しでお手上げ。消火活動より燃える速度の方が速いもんだから、そのうち消火活動を諦めてしまったんだ。まあ火の勢いに勝てなきゃやる意味ないもんね。そして石炭なんかが燃えたことにより有毒物質の影響で、住民には避難勧告が出され、町はゴーストタウンとなった。だが現在でも5人程度は避難勧告を無視して住み続けているらしいぞ。危なくない？危険性はかなり高いが、それでも自分たちの大切な町から離れたくないんだろうな。しかし現在セントラリアの郵便番号は消去され、近隣の郵便局でサービス利用はできるものの、町としての立場を消されてしまったも同然になっているぜ。なんだか悲しいね。町の人は自分たちで生計を立てて生活しているようだが、不便も多いだろうに大変だよな。炭鉱火災は消えにくいことで有名だが、これだけの長い時間燃え続けてる例は珍しいだろう。とはいえ中には数千年単位で燃え続けた事故もあるし、これからどれだけの間燃え続けるかは見当もつかないな。火の勢いは弱まってないの？そういった情報は今のところないが、そもそも鎮火には数百年以上かかるだろうと予想されているからな。まだまだ火は燃え盛ってるんだと思うぞ。小さな火災が半世紀以上も続いちゃうなんて怖すぎるよ。
さっきも言ったように火災の影響で有害物質が出ているから、現在は一般人の立ち入りは制限されてるぜ。看板も立っていて、この先は火災の影響があると警告されるようになっているんだ。一応入れはするんだ、みたいだぜ。ただセントラリアに通じる道路は、火災の影響でひび割れたりして通行不可能になり、封鎖されてるぞ。観光客による落書きが残ってることから立ち入りはできるものの、推奨はされていないことは覚えておいた方がいいな。実質立ち入り禁止みたいなもんなんだね。というわけで、今回は世界の立ち入り禁止区域を10カ所お届けしたぜ。ざっくり分けて人体に有害、国家機密、歴史の保護って感じのところばっかだったね。まあ立ち入り禁止なんかになる理由はそれくらいしかないからな。秘密にしたいか危ないかしかないんだな。私的にはイングランド銀行が一番テンション上がったな。やっぱ金って人の心を惑わせるね。地方、相方が国際指名手配犯になってしまった件について、まだやってないんだけど、まだってことはやるつもりなのか？さて、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでくれた人は、高評価とチャンネル登録よろしくねー。犯罪を未然に防ぐにはどこに相談したら？いや、やらないから、相談しないで。